あ？鎧に仕込んでる鏡は何だって？ああ、あれはイスカンダルの小僧めと一緒に拾ったやつでな。あの時の遺跡がまたこう…この話は長くなるから、また今度してやるよ。おう、準備できたか？あ？前に一緒に手合わせしようって言っただろうがよ。どうせ向こうの輪は読書放題なんだ。こっちとは体を動かすのがバランスが取れるってもんだぜ。